あるモデルの復刻版が出ます。さらにまあシックなデザインと、なってますね。すごい違う。ここからはやっぱり手に伝わる、手って大事だ、ね、大事です、すごく新作に乗り換えやすい。プレステージですね、一番最初に発売されたのが1987年、うん、僕90年生まれなんですよ。で、小野寺さんが2001年です。皆さんこんにちは、サントテニスチャンネルの小野寺です。皆さんこんにちは、サントテニスチャンネル手塚です。コーチの鈴木です。今回はヘッドプレステージが発売35周年を迎えたということで、10月12日に発売になるニューモデルをインプレッションしていくということですが、それだけではないんですよね。はい、そうなんです。実は今回ですね、最新作のプレステージの発売と同じタイミングでですね、はい、あるモデルの復刻版が出ます、はい、あるモデルの復刻版が出ます。で、じゃあそれは一体まあどんなモデルなのかっていうところも含めてですね、今日は最新作プレステージの打ち比べによるインプレッション、そして35周年記念の復刻版モデルのご紹介、こちらを合わせて、行っていきたいと思います。はい、それでは35年の歴史を持つラケットをインプレッションご覧ください。それではまずですね、最新モデルのプレステージをご紹介していくのですが、手塚さん、はい、最新モデルと旧モデルの違いはありますか？はい、今回ですね、一番新しいモデルのプレステージにはオーセチック 2.0 というものが搭載されています。このプレステージがですね、ヘッドの、ラケットの中で発売周期が一番初めに来るんですよ。なので、発売するごとにこのプレステージが毎回毎回一番新しいテクノロジーを搭載して発売されると。で、今回、前作のヘッドのラケットプレステージ以外にもスピードとかエクストリーム、そういったものにはオーセチックっていうものがちょっと、搭載されてたんですよ。それがバージョンアップした形になります。はい、で、はい、オーセチックっていうのはそもそも何かっていうところなんですけど、うん、オーセチックっていうのは素材ではなく構造、特殊な構造で、簡単に言うと、打球の情報をこうしっかり手に伝わりやすくしたりとか、前作だとちょっとこうスイートスポットが、広がったりとかっていう効果があったんですね。で、前作はそのオーセチックっていう構造がこのラケットのヨーク部分、ここに使われてました。ここだけだったんですけど、今作になってここグリップの部分にもオーセチックが搭載されました。まあ、前作の歌い文句としてはスイートエリアの、向上だったりとか、こうより良いフィーリング、っていうところでこの部分にオーセチックを搭載してたんですけど、まあ、やっぱりこう一番手に直接こう振動が伝わったりとか感覚を伝達しているのはこのグリップの部分なんで、ここに新しくオーセチックが入ってた。あとは一緒です。基本的なモールド、形状、スペックだったりは基本的には一緒で、新しくこのオーセチック 2.0 が入ったという変更点になります。鈴木コーチ、このバージョンアップどうですか？大きく変わりそうですか？いや、もういや変わることを祈るしかないでしょうね。正直ちょっとこうインプレで違いが分かるのかなっていう不安も、そう、ね、ちょっとの違いですかね、多分。そうだね、見た目がね、なんかパッと見分かんないんだよね。確かに、僕が持ってるのが新しいプレステージです。こっちが1個前、前作ですね、オーセチックプレステージなんですけど、カラーは、カーボン調のブラックと、ワインレッドっていうんですかね、少し濃いめのレッド、ちょっとこう見る角度によって、光の当たり方によって少し色味が変わるような、かなりまあシックなデザインと、なってますね。はい、まあ、なのでちょっと実際に行ってみましょうか。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは早速オンコートで打ち比べを行っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。
ヒッティングが終了しました。まずは鈴木コーチ、はい、前作と新作比較していかがでした打った感じは。まず新旧です、ね、そう新旧、はい、まず前のモデルを使ってから新しいモデルを使ったんですけど、まあ、なんかこう前のモデル使ってからこれを使った時にすごい柔らかい、うん、柔らかさがすごい手に伝わってきて思ったより打ちやすかった。見た目的に同じなのにすごく打ちやすくて割と好きかも。今のはちょっと硬く感じたのですごい柔らかさはすごく手に伝わってすごい分かりやすかったです。ただ言っても前のこのラケットをちょっとインプレした時にも柔らかくなったよねって話はしたんですよね。スイートエリアも広がって打ちやすくなったよねって話をしたけど、やっぱりこうバージョンアップしてオーセチク 2.0 になったらやっぱり違いました、うん、そうだ、なんだろう、ね、すごい違う。なんかここかな、やっぱり手に伝わる手って大事だ、ね、大事です、うん、はい、そう、じゃあよりそう、ね、よりより柔らかくてすごい良かった。思ったより回転もかけやすかったしね、はいはいはい、ありがとうございます。手塚コーチいかがでしたか、はい、そうですね、柔らかさっていうところもそうだと思いますし、僕が一番違いを感じたのは音です。前作プレステージの方が少し高めの響く感じの打球音、そして打ち終わった後のこうちょっと振動の感じがするんですけど、新しいオーセチック 2.0 の方がこうなんていうんですかね、パッと打球感が心地よく消えていく感じ、あまりこう余計に残らないと言いつつも、やっぱりこのフレーム自体がもともとボックス形状で、ボールがしっかり乗っかってくれる打球の情報が伝わりやすい形状なので、ボールの情報はちゃんとありつつ、ただその余計な振動はカットして、まあ柔らかさと、その打った時の心地よさが出てるのが、この新しい新作のプレステージかなと、思いました。なので乗り換えがしやすいです。モデルチェンジしてガラッと変わりすぎちゃうと、うわ前のモデルの方が良かったなっていうケースがまあ2年に1回起きる方も、いや結構見てる方でいらっしゃると思うんですよ。うわ前のモデルで変えなくて良かったのになっていうのが、この乗り換えだったらいけると思います。違和感がかなり少なく、ただし先ほどお話ししたいいところもしっかり出てますんで、すごく新作に乗り換えやすい変更かなと思いますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続きまして先ほどご紹介した新作プレステージの他に今回復刻版のラケットがあるとのことなんですけれども、手塚さん、はい、どういったラケットでしょうか。はい、復刻版となるラケットは私の手元にあるこちらプレステージクラシックになります、はい、プレステージですね、一番最初に発売されたのが1987年、うん、初代のモデルが発売しまして、2022年ですね、昨年に35周年を迎えました。で今回発売するモデルは初代のモデルではなく、うん、その後に発売された1993年に発売されたプレステージクラシックというモデルの復刻版となります。で今僕の手元にあるのは、今回発売するものではなく93年当時に発売をしていたものを、ちょっと知り合いから借りてきまして、お持ちしました。デザインとかはこのワインレッドカラーを踏襲して、まあ、そのほぼそのまんまですね、
ちょっとフレームに書いてある600っていう数字はなくなるんですけど、プレステージクラシックっていう、まあ、名前も入ってますし、特徴的なフルキャップのグロメットもそのまま、スペックもそのままです。フェイスサイズが93平方インチ、重量が 330g、 厚さ 19mm と、まあ、今では、まあ、なかなか見ないハードスペックなラケットなんですけど、非常にこのラケットファンが多くてですね、まあ、ヘッドさんもそれを分かってて今回復刻ってところに、持ってきたのかなと思います。まあ、僕もこのラケットは93年だと僕90年生まれなんですよ。で、鈴木コーチが86年生まれで、小野寺さんが2001年です、ので、まあ、僕が3歳の時に発売されたモデルなので物理的に僕がこれを使ってるはずはないんですけど、ちょっとやっぱラケット収集が趣味でってい いうのがあって、いろいろ買ってたりするとここになんかたどり着いたみたいな、はい。まあ、そんな経緯もあって、非常にこう思い入れのあるモデルで、なので、僕らよりも少し上の世代の方は現役の選手が、使ってたりとか、このポップにありますけどイバニセビッチ選手ですね、が使ってたりとか、まあ、あとは実際に皆さんがそのプレーされてた時に昔使ってたよという方も多いのかなというラケットですね。こちらが復刻版となります。鈴木コーチ、このプレステージクラシック復刻と なりましたか、うん、どうでしょう。でも実は使ったことないんだよね。プレステージはすごく好きなんだけど、アイプレステージから入ってるので、アイプレステージのシリーズがおそらく2000年発売なので、うん、まあ、これの7年後ぐらい、うん、世代的にはそのはずなんですよじゃないと計算が合わなくなっちゃう。なんか知らないので、売ったこともないから、どんな感覚か。デザインは見たことある。デザインは、ね、見たことある。やっぱりなんかヘッドが好きな方は、うん、このデザインは打ったことはなくても見たことがある方は多いのかなと思います。あとあれなんですよ、今回グリップが今のヘッドのグリップの形状と昔のプレステージのグリップの形状ちょっと違うんですよ。これも当時のまま復刻になるそうです。なのでもう本当に当時の感覚をかみしめながら使っていただけると、はい。ただまあ使うのにはなかなかそれ相応のスペックに、なってますので、まあ頑張ってこれで試合に出ますとかいうよりかは、まあ、ちょっとこれにナチュラルガット貼って気持ちよく打ってっていう方がいいかもしれないですね。使ってみたいな。そうですよね打ってみたいラケットにはなりますよね、はい。今回ご紹介いたしました鈴木コーチが持っている最新モデルのプレステージと、手塚コーチが持っている復刻版のプレステージクラシックはサントショップにて予約受付中でございます。特にですね、プレステージクラシックの方は数量限定での販売となりますので、気になる方はお早めのご予約をお勧めしております。もう予約入ってるので、はい、数も少ないので、はい、本当にちょっと迷ってる方早めにぜひご予約ください。またガットも30種類から約30種類からゲージ別とか色別とか選べますんで、まあ、おすすめは柔らかめのガット、貼ってもらうのがいいのかなと思いますので、その辺またご相談とかあればぜひご連絡いただければと思います。はい、本日はサントショップインプレッション35年の歴史を持つラケットインプレッションをお送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。